牽引状態のレッカー車は他の自動車の前輪あるいは後輪を吊り上げ、牽引するための装置を持つ特殊用途自動車である。故障車両や事故車両、駐車違反車両など自走させることができない状態の自動車をその場から移動させるために使用される。牽引自動車に分類されるが、日本ではレッカー車で自動車を牽引する場合は牽引免許は不要である。主に日本自動車連盟のロードサービス隊、自動車修理業者、警察署から委託を受けた車両移動業者、警察、消防、自衛隊などが保有する。ジャーダン HDL500 格納状態レッカーブームとアンダーリフトを兼用するインテグレートタイプ。写真の例では別にクレーンブームを備える。センチュリー 1040S スチュ産、伸長状態レッカーブームとアンダーリフトが独立したインデペンデントタイプ。ブームは回転式。車両を吊り上げて牽引するための機材。これらの装備の他に、手動ジャッキ、スリングやワイヤー、応急修理用の工具を備える。軍用車両は、道路が整備されていない地域でも行動する必要があり、地形に足を取られて、走行不能になることが頻繁に起こる。特に装甲戦闘車両は、装甲と並走を搭載する、必要上、出力重量比が低く、車重も大きく、機械的故障、またはスタック等を起こして、走行不能に陥りやすい。さらに戦闘が起これば、戦闘を有利にするため走行に向いていない地形に侵入したり、被弾や酷使で損傷して自走できなくなることが頻発する。そのため、一般に軍用車両はウィンチなどで他の車両を牽引できることが求められる。さらには支援のために、レッカー能力を有する回収専用車両の必要性が生じる。陸上自衛隊では10、レッカー及び軽、レッカーを装備している。回収戦車や装甲回収車も、また、戦場での必要性に対応して、従来から開発配備されてきた車種である。これらは戦車に準じる装甲と共通の足回りを装備し、戦場に投入し得る。防御力と踏破性能を持つ。戦場に遺棄される装甲戦闘車両は無視できないほど多く、これを回収して戦列に戻すことは軍の重要な課題である。これら装甲回収車の欠点は戦車並みに高価な価格と運用コストである。このため重装輪回収車のような安価軽便なレッカー回収車両も開発配備されている。一般的なレッカー車は普通自動車に分類されるため普通免許で運転できるが、一部のレッカー車は中型自動車や大型自動車に分類されるため、運転するにはそれぞれの車両の分類に適合する免許が必要である。赤色回転灯及びサイレン装置を搭載したレッカー車で緊急走行を行うためには、公安委員会の審査や実務経験などが必要になる。他の自動車を牽引する車両ではあるが、レッカー車での牽引は、法規上、牽引免許が必要となる、牽引自動車による重被牽引車の牽引に該当しないため、牽引免許は不要である。教則本などで、牽引免許が不要な実例として挙げられている、他の自動車を、ロープやクレーンなどで牽引する場合にあたる。ただし、安全に牽引するためには牽引免許を持っている。方が望ましい。また、クレーン装置やウィンチ装置の操作には、玉掛け作業車、移動式クレーン運転士、巻上げ機運転者の資格取得が必要である。港南運転免許試験場での特殊免許の試験。自動車を吊り上げたところレッカー車を運転するためには、牽引する自動車の運転免許と第一種特殊免許が必要である。試験内容は次の通り。5部以内に被牽引車を連結。その状態で曲線コースと屈折コースを通過。5部以内に被牽引車を分離。被牽引車なしで方向転換。すべての工程を19分以内に終えること。検知線に触れてはならない。電子採点機で行う。100点満点の90点以上で合格。試験車両は次の通り。大韓民国道路交通法施行規則第67条、大韓民国道路交通法施行規則41条。改定以前は、長さ、820cm 以上、幅 240cm 以上、軸距 460cm 以上、改定以前は 1.5 トンの貨物自動車。ありがとうございます。